子レンジマンの動画。どうも、電子レンジマンです。OCN モバイル1の今後が発表されたということで、今回は新プランを見つつこの回線どうしようかな、と悩む動画になります。OCN モバイル1は、3月に iPhone14 を買うために契約したんですよね。オンライン契約だとブラック入りしてるけど、実店舗ではなぜか回線契約できたという。そうなんですよ。とりあえず月額550円の 500MB プランを維持してて、今後もしかしたらメイン回線として 3GB に切り替えるかも、と思ってた矢先に今回の事態が。 OCN モバイル1、6月26日で新規申し込み受付が終了になります。か、悲しすぎる。でもこれ、既存ユーザーなら多分プラン変更で既存のプラン使えるんじゃない？そんな気はしますけど、私この回線ブログとか動画での検証用的な感じで持ってるんですよね。あと、OCN モバイル1を今後契約する際のブラックリスト入りが怖いみたいな理由も、OCN モバイル1終わるなら、ぶっちゃけもういらなくない？この手持ち回線。検証したところで誰も契約できないから、参考にならないもんね。OCN モバイル1自体が終わるなら、ブラックだろうがどうでもいいわけだし。多分どこも提供の新プランだと、オンラインショップでの SIM フリースマホ値引きとかあんまりなさそうだよね。とりあえずドコモで始まる OCN モバイル1の代わりとなる新プラン見てみますか。その名はイルモ。プランは 3GB、6GB、9GB と 500MB が選べるみたい。 500MB は月額550円なんですが、10分間無料通話がなくて速度が最大 3Mbps だけみたいです。ぶっちゃけ解約ですが、元が良すぎたというのはあるかもしれん。たまに通話したい時に無料通話で補えたのが良かったんだけどね。速度については、まあこのプラン選ぶ人ってほぼ通信しないだろうから問題ないといえばないか。さらに 3GB 2167円、 6GB 2827円、 9GB は3377円となっています。 OCN モバイル1は 3GB 990円だし、 6GB 1320円、10GB 1760円だったから、かなりの値上げですね。うわ、厳しいですねこれ。 3GB で2000円オーバーになっちゃうのか。普通のショップでも契約できるようになってたり、月額330円でドコモメールを使えたりするのは一応メリットです。あと、有料でならドコモショップでのサポートも受けられるみたい。半額通話とか1430円の低価格なかけ放題などはなくなってしまいました。でも、ご安心ください。割引が充実していますよ。嫌な予感が。Bカードで支払えば月額187円引き。ドコモ光かホーム 5G とのセット割で1100円引きです。UQ モバイルの最新プランみたいですね。電子レンジマンの動画。これ契約すればスマホが数万円引きとかでもない限り、まず契約しようとは思いませんね、私は。サービスなくなるなら OCN モバイル1を維持し続ける必要性もなさそうということで、今月で解約かな。 UQ モバイルのプランが変わって OCN モバイル1もなくなり、スマホ界隈もだいぶ変化してきましたね。次は Y モバイルあたりがやばい気がする。元からイルモや UQ モバイル最新プランとそんなに変わらない。高めの価格設定だったからそのままいく可能性もあるけど、ちなみに本家ドコモの通常プランも、エクシモという最大月額7315円の団体制になるみたいですね。1GB 4565円って高くない？まあ、安さ求めるならイルモやアハモにしてねってことなんだろうけど。というわけで今回は、OCN モバイル1の終了やドコモの新プランに関する情報でした。また見てくれよな。ところで OCN モバイル1が滅びるけど、この枠のサブ回線今後どうするんですか？ iPhone 14に入れておく SIM としては、ほぼ 2.0 の2回線目を作ろうかな。あるいは夏頃に解約予定だった楽天モバイルを維持し続けるのもありかな。迷うぜ。